第一次ブルガリア帝国時代の都市プリスカの廃墟跡、プリスカは、ドナウ川下流域に建設された第一次、ブルガリア帝国の最初の首都であり、現在では、シュメン州の村である。以前は、アボバと呼ばれていたが、ブルガリア帝国の遺跡が発掘された後に、現在の名前に改名された。プリスカは681年から893年まで、第一次ブルガリア帝国の首都だった。 ブルガリアの歴史書によると、この都市は、第一次ブルガリア帝国建国者のアスパルフ、ハーンにより建設され、ゲオルギオス・ケドレノスやアンナ・コムネナにより、プリスクサと呼ばれていた。都市の全面積は23平方キロメートルであり、堀と土塁で囲まれた要塞都市だった。要塞の壁の厚さは2.6メートル、高さは12メートルだった。 プリスカは811年に東ローマ帝国により焼き払われ、廃墟にされたが、東ローマ帝国軍はこの後、クルムハーンに壊滅的な敗北を喫することになる。886年、ボリス一世はプリスカ初期学校を創設した。892年、プリスカ跡地はブラディーミルの異教復活の場となった。このことが彼の父である、 ポリス一世の怒りを買ってブラディーミルは敗位され代わりに第三子であったシメオン一世が周辺地域を治めることになった。シメオン一世は首都をプリスカから付近に築いた城塞都市のプレスラフへと移した。これは旧首都には異教を信仰する者が多く影響を免れなかったためであると考えられている。10世紀にはプリスカの重要性は プレスラフへの権力集中と共に次第に低下していった。プリスカは969年から972年にかけてキエフ大公国や東ローマ帝国の襲撃を受け再び廃墟と化し、これ以降再建されることはなかった。プリスカの廃墟跡は現在のプリスカ村の北3トルの地点にある。廃墟跡は現在は国立歴史建築保護区に指定されている。 保国内では廃墟にある宮殿、要塞、当時キリスト教世界において最大級の宗主兄弟聖堂であったプリスカの大バシリカなどを見ることができる。南極、サウスシェトランド諸島のリビングストン島にあるプリスカ領選はこの都市の名前から名付けられている。オスマン帝国の地勢におけるアボバという都市名を経て、1925年より、 プリスコフという名前に改名した後1947年より、プリスカという現在の名前で呼ばれるようになった。現在の人口は1124人であり、海抜は146メートル、シュメンシュールドゴリエ高原の南端にある。首都ソフィアからは南東に約400キロメートル、北四43度22分統計27度7分、北十43.367度統計27.117度、 43.36727.117の地点にある。ありがとうございます。